職がうちのものですというわけで車を見に行きます。私は中古車を見に行く私です。キャントストップオールに中古車買い頑張ります。電車とバスを乗り継いで埼玉県の某所に行きました。中古車店舗があるところあるあるなんですけど、まあ幹線道路沿いでめちゃくちゃ混んでたので電車とバスで来ました。車で来たかったんだけど行ってみます。さあ見てきました。車はですね、新車でも売ってるものなんですけれども、納期がめちゃくちゃかかるんですよ。なのでまあ距離の浅い中古車どんなもんかなと思って見に来ました。で現時点で判断難しいんですけど、まあでも距離は浅くてもやっぱり当たり前ですけど中古は中古なので、それは分かってるんですけど、あまりにも人気で値段が全然、まあ、自分の基準では全然落ちてないので、これを待って新車にするのか、でもやっぱりすぐ買える中古にするのかってとこが迷いポイントとなりますよね。これは難しいっすね。というわけであと何軒か中古車屋さん行くかもしれません。今日のところはここでまあドンピシャって感じで決める感じにはなりませんでした。ではまた。緊急で動画回してます。これマジで緊急です。次の車を買おうと思ってうろうろまたしている私なんですが、かなり緊急事態になってしまいました。ちょっと新車も様子を聞いてみようと思って、まあ、いろんなお店に回りながらちょっと話をしてフィーリングの合うお店があったら買おうかなみたいな感じで考えてお店を回ってて、今日4店舗目ぐらいなんですけど、この方からとんでもない情報を得てしまいまして、なんと私が狙っているその車、ちょっと今本当にドキドキしてるんですけど、これ簡単に言うと今は注文できるんだけれども、いつ注文停止になるかわからないような状態らしいです。というのは今から買おうと思っている車種は実はですね、国産車なんですね。ただしこのメーカーでは、まあというかまあ昨今の国産車メーカーみんなそうなんですが、人気車はお客さんをあまりにもお待たせしちゃったりすることがないようにですね、生産調整をするために受注を停止する期間があるそうなんです。ただその受注停止がいつ行われるかっていうのはディーラーには分からなくて、で厄介なのが一度受注停止になっちゃったらその再開がいつかっていう見通しもですね、ディーラーには分からないそうなんです。有名なランクル300で言えば、少なくとも2022年夏から2年以上受注停止、フェアレディ Z もデビュー直後に停止。なんでやねん。今新車購入の現場ってこういうことになってるんですね。そもそも注文ができるかどうかは分からないっていう状況になってるっていうのは知りませんでした。そうなんです。公式ホームページでは歌っていなくても実際にディーラーに行くと注文を受け付けていないというケースも少なくないんです。でやべえと思ったんです。なのでもうとにかくこれはね、速攻で注文しなきゃいけないなと思いました。いやー、でここで問題で、私が欲しいと思ってる車上でいっぱいある中で私が欲しいのは2つで、そのうち1つ乗ったことがあって、話が長いんでこっちで引き取るわ。買いたい車はグレードで大きな違いがあるので全部乗って決めたかった。そこでレンタカーで乗ったことないグレードを来週に予約したのだが、という話です。でこのね、グレードの他にもですね、色をどれにするかの実車確認もできないような状況なんですね。で私はですね、この数ヶ月実は外に出るたびにですね、街中でその車種を見つけるとじっとじっくり見てですね、この色がいいかな、この色がいいかな、なんてことをね迷っていたんです。でさらにその色についても実はですね、購入するグレードによって選べるカラーが変わってきたりするので、うわそこも悩ましいな、そこも含めてじっくり考えたいな、なんて思ってる矢先に、まあ、状況が状況になっちゃったんで、それはもう迷ってらんないなというわけで、正直不本意ですが、まあとにかくまずその車種を抑えたいのでこれ売ってくださいというところで注文に至るという姿勢に変更しました。レンタカー借りてグレード比較なんて悠長なこと言ってられなくなったわけです。だからちょっと今からこの名刺のお店に行こうと思います。ちなみにディーラーでいきなり契約しなかったのは車購入を家族会議にかけていたためでした。ちょっとお店の人に電話します。いやー参った。お電話変わりました。つい先ほど件で伺った私申しますが、今はですね、妻の方に話しまして、了解得ましたので、はい、買わせてもらえればと思いまして、はい、本社に問い合わせるので、はい、グレードの方、はい、そうです。もしご都合がよろしければ、はい、今からそっち側に伺おうかななんて思うんですが、大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、残ってればいいんですが。というわけで緊急です。本当に緊急です。今からそのディーラーに向かいます。なぜ私がこんなにテンパったかっていうのはまだ理由があるんですが、それはまた後ほど話します。怖えんかね、本当に余裕がないですよね、私の車購入って。入っちゃったよ。いやー、なんだろう、ここまでなんか慎重に進めてきたなんか
比較検討とか車は実際乗って買わなきゃダメだとか、そういうなんか、そういうなんか着実に進もうとした、それからお店をしっかり選ぼうとか、話をして気に入ったところから選ぼうとか、ね、私なりにこう丁寧にねやってこようとしたことが、なんか一瞬でバンと崩壊して、もう今すぐ決めなさい、ハンコドーンみたいな、そういう感じになってしまいました。悲しいぜ。まあしょうがない、いやードキドキすんね。あとこれはですね、非常に大事なポイントなんですけれども、その車ね高いんです。高いんですよ。ちょっとねジムニーとかの比じゃなくて高いんですね。なのでこれ買おうかな、どうしようかな、まあ、新車で買うのは結構厳しいから、いつか、まあ、人生のどこかで買えたらいいな、どこかでお金がいっぱい余裕ができたら買えたらいいなとか、いや中古だったら買えるかな、いやでも中古も高いし、じゃあ少し待つか、いやでも待ってもな、最近の情勢から考えると、こういうレアな車ってどん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 中古は逆に値段が上がっちゃうんだよな、どうしようって迷ってたんですよね。さらに注文中止ではなく生産終了もあり得るのかなという疑惑もありまして、私の愛読書のベスマルカーとかですね、マガジマル X なんかを見てると、もしかしたら次のモデルは電動モデルになるんじゃないかとか、これはちょっと真剣に考えなきゃいけないななんて思ってたところもあったんで、その背景があったんで、生産終了もあり得るのかななんて思っちゃったりしてたんです。まあこれは多分人生の分かれ道じゃないかと思って、ここが決めどころだと思いまして、という状況なんで、急げーというわけなんです。今はさあディーラーに到着で、このように部屋を押さえてもらいましたが、ドキドキです。まだ埼玉に残ってるでしょうか。ドキドキ。急遽ありがとうございました、はい。もういきなりこの場で振り込まないと注文できないかもしれないので、手付金を振り込むことになりました。手付金でかいですよ。手付金いくらだと思います？100万円。こんなフランクにスマホでやっていいんでしょうか。じゃあすみません、行きます。振り込みします。ドキドキしますね、はい、せーの、しました。私の名前で入りました。こちら注文書、これもう変えちゃったわけで、あ、一応予約はできた。そうですね、はい、予約注文入れたことになるわけですね、はい、それで結果はいつ出るんですか。明日には分かると思います。これどうですか、いける、いけそうですか。この時間出たから大丈夫だと思いますけどね。さあというわけで注文書は作ってきましたが、これでお金も入れたのに、100万円も入れたのに買えるかどうか分かんないっていう、明日ご連絡いただくことになってます。帰ることを祈っててください。そして引っ張ってごめんなさいね皆さんね。でもまだ社名は言いません。はい、あ、昨日夜言ってたじゃないですか。あ、そうですか、わかりました。注文通りました、買えました。 Later. というわけでディーラーさんに到着しました。ここは国産車スポーツカーということで、そう今や国産でスポーツといえばの、そうでね、トヨタさんなんです。ここはですね、埼玉トヨタ自動車川口店さんです。実は最近ですね、店舗をリニューアルして綺麗になったお店です。今回嬉しいことにですね、これまで新車ディーラーさんではモザイクがブワーってかかってましたが、撮影許可出ました。ありがとうございます。川口店さん、ありがとうございます。ディーラーにマガジン X あるんですね。というわけで今回ですね、専用に部屋も取っていただいたんで、ここでお話を伺います。ちょ待てよ。そう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 、肝心の車種を言ってませんでした。トヨタでスポーツカーで私が買ったのは GR スープラでございます。SZ グレードです。というわけで、はい、正式に埼玉トヨタ自動車川口店さんの、はい、ようやく店名が言えましたけれども、はいはい、でもお名前は言えません。 K さんです。 K さん、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、あの電話でも話しましたけど、はい、確認なんですが、はい、注文はどうなったでしょうか。お受けできた、できました。取ったですね、はい、ちょっと夜だったんですぐ
お返事できなかったですけど、はいはい、翌日には確認取れました。あのうな丼急ぎすぎだよっていう意見も分かりますが、でもこれを見ている例えばトヨタの人気車種を過去に買ったことがある人、例えばそれこそ頂点はランクルとかですけど、ああなるほどうな丼その急ぎは分かるよって思ってる人もいますよね。そうですね、はい、最近で言えばランクル、アルファード、アルファードみんなそうですね。そうですよね、うん、そういうことを思えばですね、私の動きは多分無駄じゃなかったんじゃないかなと思いますし、これを見てるスープラ欲しいなんていう人、お近くのトヨタさんに聞いてごらんなさい。どうですか？あ、余裕で買いました。すいません。それはすいませんなんですが、もし買えなかったらほら、ああ、うな丼言ってたことは正しかったねって思うと思います。これ納期はどのぐらいになってるんでしたっけ？納期は今のところ7月頃の予定で、はい、ただ多少1ヶ月前後は、まあ、早まるというよりも遅れる可能性が高いかなという状況です、ね、もうすでに遅れることはまあ折り込もうと、はい、そうですね、分かりました、はい、ちなみにこれってオーストリアで作ってる車じゃないですか、はい、そうですね、はい、それを日本に入れてきて K さんが販売するときって、はいはい、なんか輸入車だから大変なことってあるんですか？私たちは基本的にはもうこっちで普通に生産している車と同じ状況で基本的には来ます。というのはあの元町スープラの場合でも元町工場ってところに入りまして、はい、そこで、まあ、検査、納車前の検査、納車前の検査がやっぱり船で2ヶ月3ヶ月って来る車ですから、はい、何があるかわからないですよね。そこでしっかり検査して、はい、でその後結局ディーラーに送られてきますので、うちに来た時点では基本的にはもう他の車と全く問題ない。全く問題ない。元町ってことは結局 GR ヤリスとかと同じってことですよね、出所は。そうですね、 GR ヤリスの元町ですよ。分かりました。では最後にですね、はい、K さんテレビの前のちびっこにですね、はい、何かコメントをください。すいません無茶ぶりで、はい、当店昔から地元川口でやらせていただいて、お客様も大変多い店舗ですので、ですが最近リニューアルしまして、大変使いやすく綺麗なお店になっておりますので、ぜひご利用いただけるようなしていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでこれを見ている視聴者の皆さんはですね、埼玉川口の K さんのところで一人当たり2台くらい新車を買ってください。というわけでなんとか無事にですね、注文は通ってですね、あとは納車まで待てるという状況になりました。やりました。なぜスープラにしようかと思ったかと言いますと、今乗ってるですね、基本的に足車のミニクラブマン、これの車検が間もなくなんですね。で、まあクラブマンもちろん好きなんで継続して乗ってもいいですし、まあこれ買い替えてもいいかななんてもなんてなことも思ってました。そこで考えたのは、普段乗りできるスポーツカーで、かつですね、車好きのマニアだけじゃなくて、小学生とかが見ても、あ、このおっちゃん車バカだっていうのがね、分かってもらえるようなスポーツカーが欲しかったんです。理想としてはですね、先っぽが尖ってて、背がバカ低いスポーツカー。思えばね、自分の人生では、なんかね、鳥山明の世界観というか、チョロ Q みたいな形の車にしか乗った思い出があんまりなくてですね、人生に一度ぐらいはまあとんがった車も欲しいなとも思いつつ、まあ季節を問わずエアコンバッチリ効いて乗って故障の心配がない車っていうところが、最低条件です。そういうところを考えていくと残ったのがですね、 GR ヤリスとか GR カローラなんですよね。これすげえ大好きなんですよ。特に後期型の GR ヤリスなんかはもう内装まで含めてバカすぎて、これはね最後の最後まで悩みました。でシビックのタイプ R なんてのもありますよね。ただね、シビックタイプ R はね、デザインとかね、あと内装とかがね、大人びていて、なんかバカ度が低いなと思ったんですよ。そんな風にタイプ R も否定されたくないと思うんですけども、あまりにも大人びていて、出来すぎていて、あれはね、ちょっといまいち私の基準ではバカ度が低いなと思ってます。ちなみにフルアーマードシビックこと FK8 型は大好き。そこへ行くとですよ、GR ヤリス、あれはもうね、もうバカしか乗ってません。怒られるぞ。いや一見ね、それで言ったら GR カローラも GR ヤリスも同じじゃないかって思う人いるかもしれませんけれども、違うんですよ。 GR カローラは言うても5ドアベースじゃないですか。そこ行くと GR ヤリスは専用の3ドアボディなんですよ。鉱石はあるんだけどもうバカ狭です。実用性はねほぼないです。せっかく専用ボディ作ったんだけども、それは WRC で勝つためであって別に実用性なんかは考えませんというこのバカ専用っぷりですよね。これしびれるんですよね。
ただですね、ここでね、重要なポイントがあって、それはトランスミッションなんです。 MT と AT ありますが、私この時点ではですね MT しか眼中なかったんですね。 GR ヤリスならもう絶対 MT だろうと思ったんですけれども、と同時に MT を選ぶと普段のね取材でね、早朝出発首都高クソ渋滞にはまりつつの、帰り御殿場付近からの2時間3時間超えの渋滞にはまるっていう生活を基本としている私からすると MT は難しかったんです。で残ったのがですね GR スープラなんです。これだってね、成り立ち自体がもう完全にバカ専用じゃないですか。だってこのご時世に2ドアの専用ボディの大排気量のスポーツカーを出すってもう来てますよね。でしかもですよ、開発にあたってはですね、いろいろ考えた結果BMW と組むことにしましたって、うわ、いやだってね、ギャラン AMG とかデボネア AMG とかのレベルの提携レベルじゃないんですよ。共同開発しちゃったんですから、信じられない。でさらに大きかったのは、私がこのですね6月に行ったニュルブルクリンクでの経験だったんです。あそこでね、今売ってる日本車のスポーツカーで数多く見られたのはGR スープラと GR ヤリスのこの2車種だけだったんですよね。いやシビックタイプ R もいましたが、数は多くはなかったんですよ。なるほど、世界中でこのやっぱ GR ヤリスと GR スープラは認められてんだな、で憧れを持って見られてるんだな。で自分がレンタルカーで借りたあのミニでまあニグ走ったんですが、そこで置いてあった車もミニとアルピーヌの A110 と、あと自分が持ってる BMW の1シリーズと、そして GR スープラだったんですよ。でこのスープラはめちゃくちゃ人気だったんですよ。ここでね、自分の中でのスープラの優先順位はかなりね高まりました。あとはね、これすごく大事なんですけど、スープラのデザイン大好きなんです。で今の90系91系も好きなんですけど、80スープラのデザインが大好きなんです。あの誰が何を見てですねデザインしたらこの形になるのかわからない、でも出来上がったそのものはめちゃくちゃかっこいいと私は個人的に思ってます。あれ好き嫌いが分かれてるのも知ってます。でね、その80スープラの源流をたどると、トヨタが1989年の東京モーターショーに出したトヨタ 4500GT っていうですね、これもまたね好き嫌い真っ二つというか、多分嫌いな人の方が多いクーペがあるんですけど、これ私子供の頃見て大好きになっちゃって、でそのイメージを忠実に残したのが80スープラになってるんですけれども、これ実はですねインテリアにおいても 4500GT のニュアンスを80スープラっていうのはめちゃくちゃ流用してるんですね。でそんな流れがあって、その流れを組んだ90スープラ、これも好き嫌い真っ二つに分かれる、でも私にとっては超刺さるデザイン、これがねやっぱいいんですよね。思えばですね、私ストーリアクロス4とかフィアットのムルティプラのマイチェン前の世界中で一番醜いモデルなんて呼ばれてるあのデザイン、あれが大好きで、その系統にあるようなものなんですよね。ちなみにね、ムルティプラがあれが一番醜いデザインなんて言ってるやつはね、コンコンチキですからね、あれは何もデザインのことが分かってないです。あんなに素晴らしいデザインはないんです。まあ置いといて、というわけで90スープラ系のデザインが大好きだっていうのもあります。なんで SZ グレードにしたか、バリューフォーマネーぶりが半端ないなと思ったんですよ。私はね、世界で一番安い2ドアの本格スポーツカーだと思ってるんですよ。理由はですね、 BMW と共同開発したトヨタのトップスポーツモデルで、オーストリアで生産したものを輸入する輸入車で、専用設計のボディとシャシーを持っているっていう時点ですごいですよね。で SZ グレードは実はアダプティブダンパーとかレザーシートはないんですけれども、可変マフラーなどの基本装備っていうのは上級グレードと一緒なんです。でね、これ言っちゃずるいかもしれないんですけど、兄弟車であるオープンカーの Z4 の SZ と比較できるグレードって S ドライブ 20i なんですけど、これね、これ今760万なんです。一方で SZ だけはですね、他グレードが若干値上げをしたんですけども、お値段ほぼ据え置きで499万円なんです。もう激安でしかないんです。まあ実際の私がポイッと買えるかどうか置いといてね。そうそうそう、ロードスター RF が2シーターのスポーツでバリューフォーマネーじゃないかっていう向きもあるかもしれませんが、私はですねターボパワーを持つこのスープラのこのエンジン、
これも含めて考えるとやっぱりバリューフォーマネーはスープが SZ だと思ってるんです。そんな SZ なんですが頭の中でねこれがバリューフォーマネーは一番だぜとは思ってても実はね広報車にね SZ がないし一般的にレンタカーとしてあるスープラもだいたい SZR か RZ なんですよね。なんですが調べてたらありました。みんな大好き千葉県の面白レンタカー、ここに SZ があったんですよ。でこれをですね借りまして乗って敷地内から出る前にもう本当にそろそろそろって動かした瞬間にああこれだと、ああもう絶対これだと、スープラ買うなら SZ にしようってもうそこで一発で分かっちゃいました。なぜならスープラの他グレードとはちょっと違うですねしっとり感とか繊細さがあったんですよね。雰囲気が違ってたんです。で私ね本当にだから敷地出る前に思ったんですけど、なるほどと、これがねトヨタスープラなんだなって思ったんです、この SZ グレードが。でねこのトヨタスープラである SZ をベースに GR がチューニングしてったモデルが GR スープラで、それが GR スープラ SZR、 GR スープラ RZ だっていう風にね勝手に思っちゃったんですよね。まあぶっちゃけねタイヤとホイールなんか17インチで、これなんか軽自動車の旧規格の10インチのホイールがついてんじゃないかみたいな、内側に入って超小さいホイールでかっこ悪いんですよ。これはかっこ悪いんですけど、でもこの素の状態のトヨタスープラがいいなって乗ってね思えたんですよね。直近でね私はね北海道で GR スープラの RZ を乗らせてもらいましたけれども、 SZR に乗らせてもらったのはデビュー後のかなり数年前だったんですよ。なんで記憶が曖昧になってたんでいかんと思って SZR のレンタカーをですね指定して予約をして、さあ来週乗ろうと思ってたところに、さっきも言ったように、何これディーラーっていうのは何、いつでも買えるわけじゃなくて買えなくなることがあるの、じゃあ来週乗ってる場合じゃないな、今すぐ注文しようって思って SZ を買ったっていう経緯なんです。だからもしかしたらね今 SZR 乗ったら、いや俺にとってのスープラは SZR だったなんてことを思いそうなので、しばらくは私 SZR には乗りません、怖いんで。というわけで納車は来年7月なんですが、早速ミニカーも購入してですね心的には準備万端です。お金はどうするのかよく分かりませんが、まあなんとかします。というわけでですね、車買うってよパート5はですねスープラになりました。大変美味でした、ごちそうさまでした。まだ食べてないけど楽しみだな、本当に。できればそれをなんかこうフェリーかなんかで海外に持ってってニュル走りたいっすね。楽しみ。